どうも島部です。今日はリモートワークエンジニアの一日を紹介したいと思います。僕は2018年までヤフーで働いてたんですけれども、まあ、その次の会社がリモートワーク、まあ、プラス裁量労働制ということで、まあ、ヤフーとは結構違った働き方をしてましたので、まあ、その生活をどういうものだったのか紹介したいと思います。早速なんですが、まあ、25時から8時は、まあ、寝るということで、まあ、これはヤフー時代からあんまり変わってません。だいたい7時間ぐらい寝てましたね。で、まあ、そこからなんですけれども、8時から9時はまあ朝食取ったり、まあ、ちょっとゆったりということで、まあ、結構ですね、ゆったりしてました。で、これがですね、もうそもそも結構リモートワークの良さが出てるかと思っていて、やっぱりヤフー時代はですね、まあ、朝起きてから、まあ、時間があるとはいえ、まあ、出社時間というのがありますから、それを常に意識しないといけないという点では、精神的なストレスというのは変わるのかなと思っております。で、まあ、通勤とかももちろんありませんから、まあ、そういう意味でも、時間的にもかなりゆったりと取ることができています。で、そこからまあ9時から12時ということで、まあ、これが自由と。書いてるんですけれども、まあ、いろんなことをしてます、まあ、日々、溜まっていってるちょっとしたタスクとかを消化したり、まあ、普通に勉強に当てたり、仕事したりとか、まあ、日によって結構違いますね、まあ、ここでですね、まあ、買い物行ったり病院行ったり、美容室行ったりとか、そういうこともすることができるので、まあ、これはねいいことかなと思ってます。というのも、まあ、やっぱり平日とかに、なんか病院とか美容室とかっていうのは空いたりちょっと安くなったりも美容室はしますので、結構そういうところに行けるのは、まあ、メリットかなと思っております。で、12時から13時がまあ昼食ということで、まあ、これもゆったりですね、取ることができてます。で、まあ、13時からは、まあ働くということで、まあこの時間からですね、本格始動をしているというような感じです。で、まあ、基本的にはですね、まあ、家で働くこともできるんですけれども、これ、リモートワークで働いて気づいたんですけれども、家でばっかり働いてると、まあ、若干性格が暗くなっていきます。というのもですね、やっぱり家で一人で、まあ、ずっとその仕事だけしてると、まあ、他の人と話す機会もないし、孤独をちょっと感じてしまうんですよね。なので、結構僕は最初の頃は家で働いてたんですけれども、まあ、だんだんとちょっと外に出るようになってって、まあ、普通にオフィスに行ってることも多いですし、あとはまあコワーキングとかカフェとかで働いたりしています。コワーキングでいうと、ヤフーがロッジという場所を、無料で使えるコワーキングスペースを開放してたり、あとは AWS、まあ、Amazon ですね、がロフトっていう、無料のコワーキングスペースを作ったりしているので、まあ、最近そういうの増えてきたんですけれども、まあ、そういうのを使ったりしています。まあ、そこに行くとですね、やっぱりいろんな人が周りで働いているので、家で一人で働くよりは、まあ、ちょっとモチベーションが、まあ、高く働けるとか、まあ、ちょっとですね、まあ、気分が明るくなったりとか、そういうのがありますので、まあ、家だけじゃなくて、たまには、外に出た方がいいというのもあります。で、あとはですね、家で働いている時の話なんですけれども、まあ、これはいいことかなと思っていて、たまに昼寝することができます。やっぱり仕事中って、まあ、どうしてもちょっと眠くなるとか、そういう時があると思うんですけれども、まあ、眠くなる時って、やっぱり昼寝とかをすると、まあ、すごい効率がいいというか、まあ、ほんの1時間2時間寝たらダメなんだけど、15分30分ぐらいの休憩をパッと、することができるので、その後のですね、仕事の、生産性が上がるという意味では、やっぱり家で働けるメリットですよね。やっぱり疲れた時とかに、まあ、横にゴロンってなれるっていうのは、もう本当にいいことかと思います。はい、ということで、まあ、大体19時ぐらいまで、まあ、いろんな働き方をするというような感じですね。まあ、そこから、20時まで1時間ぐらい、まあ、大体夕食をとるというような感じです。で、まあ、ここからがですね、また働くということで、僕は夜にも結構働く時間を入れています。というのも、仕事内容的に他に本業を持ってる人が、まあ、副業で一緒にやることが結構あるので、まあ、そういう副業の人と時間を合わせようとすると、やっぱり夜しか空いてないわけですね。その人らは、まあ、本業の時間が、まあ、普通はあるので、まあ、その時間に合わせることはできないので、まあ、夜にあえて時間を作って一緒に働いているというような感じです。まあ、ボイスチャットをしながら、まあ、認識合わせしたりとかができますので、まあ、そのために、結構空けてます。まあ、20時から22時って書いてるんですけど、まあ、意外と21時から、24時とかまでなったりすることもあって、まあ、ここら辺はですね、結構いろいろ変わったりするというような感じです。で、その後は、まあ、自由時間ということで、まあ、結構時間が変わったりするんですけれども、まあ、この時間にですね、割と勉強したり、まあ、ゲームしたり、まあ、いろんなことをしていますというような感じです。まあ、以上がですね、まあ、リモートワークエンジニアの1日ということで、まあ、やっぱりヤフーと違うっていうのは、出社時間と退社時間が明確に決まってないことですね。そこが自由になることによって、いつでも働けたり、まあ、いつでも休むことができるというところが、まあ、いいところかなと思ってます。で、ポイントとしてはですね、まあ、勤務時間なし、定休日なしということかなと思ってます。
こういう働き方をしているとやっぱり一般的に羨ましいと言われがちかもしれませんが、逆にですねオンオフっていうのがないんですね。なのでオンオフをはっきりさせたい方っていうのは、まあ、向いてないかと思います。で、勤務時間なし、定休日なしっていうのはやっぱり勤務時間なしっていう面では、まあ、ここら辺がまあ決まってないので、まあ少なくしたり逆にめちゃくちゃ多くしたりというところで、まあいろいろ可変にできますというような感じです。で、定休日なしって書いてるのがですね、やっぱりその平日ちょっと休んだりした分は休日に挽回しないといけないとかもありますし、まあ、僕の場合は副業の人とやっているので副業の人とまあ対面で一緒に仕事をするタイミングっていうのは基本的にはもうあの休日しかないわけです。なのでもう本当に土日とかも結構働いたりしていることも多いですので、定休日はなしというような感じです。で、リモートワークしてる人でも結構やっぱり土日働いてるみたいな人も結構多いので、まあそういうのを考えると、まあリモートワークだからといって、働く時間がめちゃくちゃ減って、いいことばかりというわけでもないというような感じですね。まあそれでもやっぱり、人から監視されないとか、あとは、まあ、あの朝ゆったりできる、通勤で電車で苦しむことないとか、まあ、そういうメリットもたくさんありますので、まあ、そこら辺の天秤にかけて、まあ、どっちがいいかみたいな話ですね。まあ、ヤフー時代の働き方と比べるとリモートワークの方が、まあ、ストレス自体は減ってるのかなとは思いますが、ヤフー時代だったらやっぱり一緒に、働くエンジニアっていうのがいて、まあ、教え合ってスキルは高めやすい環境にあるという、ところもあります。なので、まあ、本当に、一長一短というか、まあ、メリット、デメリットははっきりしているので、まあ、そこら辺を、考えた上で、どっちがいいかっていうのを選ぶといいのかなと思っております。ちなみに、僕は起業をして、まあ、1月から本格的に、動くわけなんですけれども、そのメンバーと一緒に話し合っているのは、もうリモートワークっていうのはやっぱり最初は向いてないよね、と。なんかサービスを作るときに、いろんなことを話し合いながらやらないといけないっていう状況なので、最初はリモートワークはもうなしで、対面でがっつりやろうというような話になっております。なので、まあ、リモートワークっていうのは、まあ、仕事によっても向き不向きがあるのかなと思ってますので、そこら辺も考えるといいのかと思います。というところで、リモートワークエンジニアの一日っていうのを紹介してきました。今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、まあ、IT に関する働き方とか、まあ、いろんなニュースとかも取り扱ったりしてますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。というところで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。